1519年の皇帝選挙で勝利し、神聖ローマ帝国皇帝となったカール5世。しかし、これが激動の人生の始まりでした。まず、当面の敵となったのがフランス国王フランソワ1世。選挙の結果、スペインとドイツ、両サイドをハプスブルク家、カール5世によって挟み撃ちされる形になったフランソワ1世。この状況を打開するために、スペイン・フランス国境にあるナバーラ王国で、ブルゴーニュで、そしてイタリアでカール5世との戦いの口火を切ります。しかし、ナバーラ王国は一度占領するもその後敗退。ブルゴーニュでも苦戦、さらにはイタリアでも最重要のミラノ公領からの撤退を強いられます。この間にカール5世と同盟を結んだイングランド王ヘンリー8世もフランスに宣戦布告。さらにカール5世はローマ教皇ハドリアヌス6世、オーストリア大公である弟フェルディナント、ミラノ、フィレンツェと大同盟、これに諸領問題のこじれからフランソワ1世を裏切ったブルボン総帥も加わり、フランス包囲網を形成します。そして1524年、フランソワ1世は起死回生を期して再度打って出ますが、またもや敗退。それどころか自分が捕虜になってしまう大ピンチ。結局1526年のマドリード条約により、フランソワ1世はその身柄を釈放されますが、代わりに息子フランソワとアンリを人質に取られ、さらに和解のためにカール5世の姉レオノールとの結婚を強いられます。しかし、このままおとなしく引き下がるフランソワ1世ではありません。ほとぼりが冷めると、すぐさまマドリード条約を保護にし、カール5世の怒りを買います。そして時のローマ教皇クレメンス7世もこの条約の無効を支持します。しかも今度はカール5世の勢力があまりに強大になるのを警戒するローマ教皇イタリア諸侯がフランソワ1世に味方。前回と違ってカール5世は窮地に陥ります。この時、皇帝軍の大半を占めるドイツの傭兵たちが給料の未払いに不平を抱き、あろうことか休戦条約を破ってローマに進軍。そこで暴虐の限りを尽くす悪名高いローマの略奪事件を引き起こします。このカール5世の窮地を見たフランソワ1世は宣戦布告。一時はナポリを奪うも、徐々に形勢は不利になっていきます。結局1529年、カール5世とクレメンテ7世はバルセロナ条約を締結し和解。ベネツィアの占領地を教皇に返還する代わりに、イタリアの大半をその手中に収めました。またフランソワ1世とは1529年にカンブレーの和訳を締結。これは交渉の当事者がカール5世側からは叔母のマルグリット大公女、フランソワ1世側からは母のサヴォア公が出たため、貴婦人の和訳とも呼ばれています。この和訳でフランソワ1世はフランドルやイタリアなどの宗主権放棄、人質となっている息子2人の解放に多額の身代金、一方カール5世はブルゴーニュ公領のフランス編入を認め、ここに一時の決着を見ました。1530年2月24日、カール5世はボローニャでローマ教皇クレメンス7世から直接皇帝の冠を戴冠します。長いヨーロッパの歴史の中でも、ローマ教皇から直接戴冠を受けた皇帝はこのカール5世とナポレオンだけ。まさに絶頂を極めたカール5世。しかし、カール5世の戦い、実はこれだけではなかったのです。しかもこの後は新たな敵が次から次へと登場し、戦いに明け暮れる人生が続いていきます。